ゆうたろう兄ちゃん。は？貞子からのラブレター、また来てたよ。またか。たく、相変わらず気色悪いストーカーだな。兄ちゃん好かれてるね。ヒューヒュー。うるせえ。いや。あと、兄ちゃんに紹介したい人がいるんだ。こちら、同じクラスの。はじめまして、野ヶ浦野々子です。ヒロアキが彼女連れ込むとはな。やるじゃねえか。何言ってんだよ、兄ちゃん。まだ彼女とかそういう関係じゃ。やめてください。私、滝沢くんの恋人じゃありませんし。あなたのその上から目線、ムカつきます。おい、ヒロアキ、お前こんな噛みつき髪がタイプなの？え、ちょ、失礼な。初対面で噛みつき髪とは何ですか？年上だからって調子に乗らないでよね。ののかちゃん、どうしたの突然。どう見ても調子に乗ってるのはてめえだろうが。犯すぞこれ。犯せるもんならやってみなさいよ、ゴミクズ人間。やめてよ二人とも。ったく、ヒロアキのやつ、とんでもない女連れてきやがって。あいつと貞子だったら貞子を取るな、きっと。アホらしい。やめやめ、こんな時は美咲ちゃんで一発抜いて忘れるのが一番だなっと。兄ちゃん、ヘルプ。え？勝手に入ってくるなっていつも言ってんだろうが。こうなること分かっててなんで俺を呼ぶんだよ。兄ちゃんがいればこの沈黙もなんとかなるかと。あ？あれからずっとだんまりか。たく、ののかちゃんだっけか。ヒロアキの彼女でもないならあんた一体何しに来たんだ。そこにいる弟さんに聞いたろ。ん？いや、未来の彼女を兄ちゃんに自慢しようと思って。なら俺に頼るんじゃねえよ。てめえで何とかしろ、バカ野郎。あ、そうだ、 DVD 借りてこよう。見たい作品あったんだよね。あれならきっとみんなで楽しく見れる。そうか。さて、レンタルショップまで片道30分だぞ。その間あいつどうすんだよ。ごめん兄ちゃん、もうこの空気耐えられない。そんなわけで、ののかちゃんのこと頼んだから絶対に帰らせないでよ。それじゃあすぐ戻るから。さて、どうすりゃいいんだ。あのよ、私、あなたたちの茶番を見せられてもう眠くなってしまったので。お、ヒロアキには悪いが、自分から撤退してくれるならありがてえ。あ、そう、じゃあとっととお帰り。ベッド借りますね。って寝るのかよ。そういえばさっき私を犯すとか言ってた気がするけど、今がチャンスなんじゃない、お兄さん。このまーはぁ、俺はな、おめえみてえな知識性ガキはタイプじゃねえんだよ。そう、安心安心。何よ。実はお前、俺に惚れてね。はぁ、無抵抗すぎるし。バカじゃないの。人が一生懸命書いた手紙を小バカにして読まないような最低人間になって惚れるわけないでしょ。あ、貞子の手紙はお前には関係。嘘。はあ、まともに読まれてすらいなかったなんて最低。来るんじゃなかった、名前だって書いてあったのに。あ、すまん。あ、いや、しかしあれはさすがに字が小さすぎて怖いっていうが。あ、今日うちに来たのって、俺に会いに。うるさい。兄ちゃん、ののかちゃん、今帰ったよ。やべ、ひろあきのことすっかり忘れてた。ほら。じゃ、さようなら。あれ、帰っちゃうの。
DVD 明日また来るから。6時集合か。何があるかわからんし、体きれいにしとかんとな。妹だと言ったら管理人さんが鍵を開けてくれました。てか同窓会のことなんで知ってんだよ。勝手に部屋を漁り同窓会の通知を見つけました。てめえ何その顔、キモいんですけど。独り言とかもキモい。てかよく見たら全部キモい。なんだろう。これやるから不法侵入すんな、バーカ。